どうも、ショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今ですね、寝起きで顔がむくんでますけども、そこら辺はちょっと気にしないでください。気づいたらいろいろと増えてるんじゃないかなっていう感覚があります。入ってくるのは自然に入ってくるんですけど、捨てるときは意識的に捨てていかないと、意識的に断捨離していかないと、もうどんどん部屋に物が溜まっていったりとか、考え方がいろいろこうごちゃごちゃしてきたりとかするので、今回はですね、ちょっと断捨離デーというふうにしようと思います。はい、ということなので早速断捨離していきましょう。はい、じゃあまずはリビングを点検していきます。これは、今度、組み立てる懸垂マシーンなので今度組み立てて段ボールは断捨離します。次にドラちゃんはチャンネル登録者数が1万人いった時にプレゼント断捨離するんでまだ取っときます。これが掛け布団で、これは普通に使ってるカバンで、これがまだないですと。よいしょ。財務管理系のところもまだないですと。いや、なんだこれ。シールですね。あ、これはいらないです。あと、これも、正直、ここに入れなくていいじゃんっていう。はい、断捨離。これでいいかなっていう。ここなんかスペース使えそうですけど、いいや。椅子があって、パソコンがあって、スーツケースがあって、あ、これなんだ？明けましておめでとうございます。で、嵐の5人？あ、これ年賀状か。これは年金の納付書なのでちょっと必要なんですけど、僕、年賀状マジで02でしたっていう動画アップしたんですけど、その後、2通来ました。はい、日本郵便と、あと税理士さんから、はい、来ました。ありがとうございます。ということで、これは断捨離です。続きまして、冷蔵庫の中です。よいしょ。この中は何もないです。で、この中は、何もないんですけど、洋服のところは今のところ全部使っているやつなんですけど、なんだこれ。あ、これお財布の元箱ですね。もしお財布を売るってなった時に使えるんですけど、財布売らないんで、断捨離です。次にキッチンスペースなんですけど、あ、これ正月帰った時に、家族からこれあなたのよって言ってもらったやつなんですけど、生まれた時にその記念としてもらったスプーンだそうです。結局あの後一回も使ってないので、これも断捨離です。矯正の器具、洗うやつ、歯磨くやつで、これがこの電動歯ブラシのこのヘッドですね。ヘッドを守るためのカバーなんですけど、一度も使ったことないんで、これ断捨離です。よいしょ。あとは OK ですね。はい。で、何これ、亜鉛、中身全然入ってないですね。はい、これ断捨離です。ここも不要なものは特にないです。とこの中も特に何もありません。はい、お風呂は行きましょう。なんだこれは。あ、これそういえば全然使ってないですもん。ここの板が磁石になっていて、このカバンの中にも磁石が埋め込まれてるので、こうやってくっついちゃうわけなんですけど、MacBook 12インチを使っていた時はもうぴったり入るので使っていたんですけど、MacBook Pro 13インチにしてからもうこれが入らなくなって使わなくなっちゃったんですね。これはなんか捨てるのもったいないので、断捨離プレゼントですね。はい、で、お風呂場は綺麗そのものです。で、玄関で、こう、靴は使ってますと。で、こっちですね。はい。ここ溜まってますね。ここら辺はもう、ある程度読んだんで、捨てましょう。捨てましょう。これめちゃくちゃいい本でした。アンダーライン引きまくりましたもん、僕。これはちょっと読み返したいので、これは、取ってきます。これも正直全然使ってないな。どんどん使ってかなきゃな、こういうのは。よいしょ。ね、どんどん使っていきましょう。そうですね。で、これも断捨離と。 OK です。これはなんだこれ。今乾燥剤はいいか。これは電動歯ブラシを充電するやつですね。ここポジションおかしいな。なんとなく充電する系のなんかスペースに、はい、よいしょ。 OK。 あ、すっきりしました。このプチプチはまあ使うんで大丈夫です。で、ここ溜まってますね。ここ溜まってますね。
奥は経費経理関係の書類があるんですけども、手前にこれだけのものがありました。これなんだろう、レシート汚い。DIY 前やりましたけど、でなんかこれからもやるかなと思ったんですけど、まあ必要になったらまた買いますので、はい、断捨離させていただきます。でこれはもう必要で、これも毎日使っていて、これもトイレの、多分必要で、この無性エタノールも必要で、アリエルもアリエルで、カビキラーちょっとこれなんかこれタダでゲットしたんですけど、うん、まあこれもちょいちょい使ってるので、まあ、これも取っときます。はい、だいぶスッキリしました。もうこれ以上ここには何も入れたくないっていう感じです。はい、こんな感じで断捨離します。意識しないとすぐに溜まっていってしまうので、こんな感じで定期的に断捨離することをお勧めします。これなんですけども、全然使ってなくてもうすごく綺麗なので、これはですね、また断捨離プレゼント対象とさせていただきます。ドラちゃんと一緒で断捨離プレゼント対象にします。とりあえずアクションカメラをプレゼント断捨離した後に断捨離するつもりです。おー、なんかまた雪が降り始めましたね。いいですね。あ、すいません、買取お願いします。はい、いただいた40円とレシートの渡しです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お越しください先生。はい、ということで断捨離が、あ、そうだ、スマホの中の連絡先も断捨離しましょう。アップルサポートいらないっす。大和運輸の人、はい、これもいらないっす。はい、まあそんな感じですね。はい、 OK です。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。自然になんか物が増えてたなとか、情報が増えてたな、連絡先が増えてたなっていうことは、まああなたも経験済みだとは思うんですけども、なんかこう逆に気づいたら物が減ってたなとか、気づいたら連絡先減ってたなみたいな、そういう現象を体験した人っていうのは、まあほとんどいないんじゃないかなっていうふうに思います。なので僕はこう物を減らす時っていうのは、意識的に定期的に物を減らすように、物だったり人だったり情報っていうのを減らすようにしています。なのでもしこの動画を見ているあなたも、なんかこう気づいたら物が増えちゃったなとか、なんかこういらない思考だったりとか情報が増えてるなっていう風に思ったらですね、今回の動画を見ながら、まあ見ていただきながらですね、一緒にトラッシングルーティーン、まあ断捨離をしてみてください。はい、ということで今回の動画はですね、ちょっとでも面白かったです、参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。また明日。